垣悟です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。五代目工藤会野村悟総裁らの控訴審がいよいよ始まるということで、暫定トップの報道がありましたが、48歳だというだけで、一体どなたなんですかね。後藤康氏組長やな。六代目田中組を継いでまだ1ヶ月ぐらいしかならへんらしいよ。それから理事長になったから、まあ警察の発表探偵トップやな。理事長というのは若頭というような立ち位置なんですかね。どうや。後藤康氏組長というのはどういった方だと聞かれておりますか。工藤会内でも好かれておいて、で敵はおらへんようなこと聞いたな。野村悟総裁や田上文雄会長からの信頼も当然厚いんでしょうね。もちろんやんか。野村悟総裁の家族からも気に入られて信頼あるみたいやで。あ、そうなんですか。田中組って何名ぐらいいらっしゃるんですかね。最盛期は百数十人おったらしいけど、今は20人ぐらいらしいよ。あ、もうそんな少ないんですか。うん。田中組五代目は無期の判決が下りている菊池敬吾理事長ですが、他の方がというような話も当時あったと聞きましたが。西田智明、当時の田中組組長代行やな。この人は階段から落ちて死んだらしい。そうなんですか。で、菊池敬吾理事長は田中組では理事長やったらしい。後藤康氏組長ってもともと草の一家だったんですか。草の一家内の大東亜会で解散して田中組に行ったらしいな。それがまあ工藤会と草の一家と合併してからは、工藤会の傘下は会いうのはつことあかんらしいな。それがまあ例えば大東亜会やったのが解散してなかったら大東亜組に名称変更さされとやろな。全て組ですもんね。まあそういう面は徹底したの違うかな。大東亜会といえば初代草の一家の若頭で、佐古の茂樹会長は昭和56年境町事件でお亡くなりになられたんですよね。当時の工藤会理事長をしとった矢坂組矢坂明組長と銃撃戦の末二人とも死んだりでな。当時有名やったんよ。工藤会と草の一家もものすごく激しい抗争を繰り広げられてましたもんね。それが昭和56年稲川会稲川清浄総裁の仲介で手打ちしたんや。なんか工藤会いうのは工藤源治会長、この人は稲川会と近かって、草の一家草野高明総長は伊豆組の伊豆健治組長と兄弟分やったんや。そやから稲川会と山口組とに分かれとったけど、まああと一つにしたけどな、溝下秀夫総裁がよ。暫定トップの報道が出た時に巷では緒方章典組長の名前が出ており、ヤクザウィキの記載も会長代行としていわゆる既存のトップとして変更されておりましたよね。年も48歳よったから余計勘違いしたんやろな。で緒方章典組長は今刑務所に入っとうわな。暴力団対策法違反で昨年末懲役1年80万円の罰金の控訴審判決が下りてましたよね。自分の身分を語って法定制限額以上の利息の支払いを要求したんやな。そやけど年内には出所するらしいよ。公判で緒方組長自ら自分は工藤会のナンバーフォーだと説明されていたところから、暫定トップとして名前が上がってきたんですかね。だから工藤会いうのはこの1ヶ月間でもものすごい人事が変わっておいてな。だからそういう一面もあるわな。緒方章典組長は石田組出身と聞きましたが。石田正夫組長とこやな。王将の大井東高行社長を殺した事件で田中幸雄昨年捕まったわな。千葉で勢力を伸ばしている長谷川組長も
有力候補だったように思っていたのですが。長谷川泰造組長は2ヶ月ぐらい前に射程頭になったと聞いたな、うん、で2代目を高橋義弘頭に譲って、で三木秀一頭補佐が頭になったいて私は聞いたな、うん、長谷川泰造組長は引退されるんですか。いや引退はせえへんから射程頭しとんやけど、うん、まあ皆若い衆は2代目に譲って一人親方で行くらしいよ。あ、そうなんですか、うん、全体的に若返りって感じですかね。うん、若返りも兼ねてやろな、うん、で言うたら若い衆の使用者責任とか出てくるやろ。あ、そうですね。だから一人親方で行く方が楽よ、うん、全国で唯一の特定危険指定暴力団の工藤会ですが、ヤクザ界の評価はどのようなものだと聞かれてますか。そらものすごい組織やわ。ヤクザ界だけじゃなしに仇の私から見ても工藤会いうのは敵に回したいない組織よ。そんだけみな、まあ、じぎりかけてるわな。そうですよね。特に関東などでは若者が増えているという現状を踏まえて、とある記事ですが、工藤会の過激さがそういったものを引きつける魅力というように書かれておりましたが、これはどう思われます。私は全くその通りは思うで。やっぱりそうですか。うん、関東のヤクザいうのは肩にはまっとるわな、うん、警視庁いうその大きな肩の中でみんな生きて仁義守っとるわ、うん、そやけどその関東以外の組織はあんまり仁義守ってない。まさしく暴力団そのもので生きていきよるわな、うん、まあ最近はそれが徐々に変わっていくんやけどな。工藤会は今何名ぐらい組員がいらっしゃるんですか。福岡は200人余りよったな。でも県外は把握できてないでよ、うん、警察自体が把握できていないということはベールに包まれたような組織なんですかね。そら工藤会自体が警察と付き合うたらあかん言うて、それが徹底しとるやろ、うん、そやから警察も情報を把握できてないから余計やな。今工藤会もたくさんの裁判を抱えているので、お金もすごくかかるんじゃないですか。そら半端じゃないと思うよ。普通の弁護士やったら受けへんやろしな。先ほど年内に尾形昭典組長も出所されると言われてましたよね。そやから福岡県警は方面祝いの中止命令を出したんや。あ、それが後藤康史組長宛てよ。仮に6代目工藤会に代替わりしても特定危険指定暴力団というのはもちろん取れないんですよね。それだけわからんわな。公安委員会が指定するやつやからな、うん、でも考えたら工藤会って特殊詐欺で捕まえるような事件ってないんじゃないんですか。表に出てないだけで、そら捕まって工藤会や言うもおらへんやろしな。だけどまあ今まで関東でも特殊詐欺言うのは聞いたことないな。以前も聞きましたが、野村悟総裁らの控訴審がいよいよ始まりますが、やはり覆るようなことはないですかね。やっぱり分からんな。そりゃ人が決めることやからな。そやけどなあ、私としてはやはりこの死刑いうのは回避してほしいわな。なんでそう思われます。推認やからよ。あ、こういった工藤会の最近行われた大掛かりな人事も今回の控訴審に影響してというところですかね。野村悟総裁がどう考えとうかは私には皆目読めんけど、うん、それもあるやろな。では本日はこれぐらいでありがとうございました。ありがとうございました。